今日はですね、令和5年11月8日ね、夜の8時17分回ったところでございます。今日もね、行ってきました、近所ね。行ってきましたよ。20時にしたった。今日1000円でペカって、今日1000円でペカってね、いきなり1000円ビッグで、余裕やな、思ったらいきなり飲まれて、これは、どないやねん、1000円追加してペカって、2連したんかな、ビッグレギュラーで。レギュラービッグやったかな。飲まれて、3000円目、ペカって、レギュラーで飲まれて、2000円追加して5000円。そっからずっとね、なんとか持ち目だって言ってよう粘ったな、あの台。6はない。絶対6はないわ、あの台は。レギュラーもあるしね。でも、ブドウが良かったからね。ちょっと追っかけてみてんけどね。のらりくらり、のらりくらりで、単発ばっかりでも、ビッグ2連したからも帰ろうかな。その時点でちょっと飲まれとったから、まあ、5000円投資の5000円回収ギリギリかなと思ったけどね、もう続行してね。その後、ビッグ4連来て。即ビッグ4連来て。よかったー。そっからあれはね、ちょってね。何回揃えた今日。ビッグが12、3回のレギュラーが5回とかそうなっちゃうかな。いやー、まあ、最後ね、336でビッグで、また220何本回してね、ペカランカって。あれが無駄やったけど。総投資5000円。ね。回収1万4000円。プラス9000円。ね。もう今月負けなしよ。独走体制よ、これ。負けなしね。5勝0敗。6万円かってこれ。もうやめた方がええんちゃう、夜勤。夜勤やるよりジャグラー打ってる方が儲かるぞ、マジで。ちょぐらいね、ジャグラー簡単ですから。ね。で、まあ、チャリンコの調子悪くてね、空気入れてきたけど。飯食って、寝ます。さよでした。ジャグラー簡単だわ。